3.8L フラット6で最高出力 510PS。ポルシェ911のレストモッドを数多く手掛ける米国のシンガー社は、930型911にインスパイアされたターボスタディのカブリオレ仕様を公開した。シンガー初のカブリオレとなるモデルで、電動格納式のファブリックトップを除けば、外観はクーペ仕様と同じ。 カーボンファイバー製ボディや LED ヘッドライトはそのままに、930型911ターボのようなワイドハンチとホエールテールスポイラーを装備している。サーキット走行向けの軽量モデル、シンガー DLS とは異なり、ターボスタディは長距離ツーリングを目的としている。搭載されるパワートレインは、 メツガーの 3.8L クーレイフラットロックに2機のターボチャージャーを追加したもの。出力は 450PS と 510PS の2種類があり、オーバーテイクのための余力を有している。オリジナルの930型ターボの 3.0L シングルターボエンジンの最高出力は 260PS だった。トランスミッションは6速 MT で、 駆動方式は後輪駆動と四輪駆動が用意されている。足回りとしてはフックス風ホイールとソフトでツーリング重視のサスペンションが装備される。またアンチロックブレーキとトラクションコントロールシステムが安定性を維持する。オプションとして獰猛なサウンドを奏でるエグゾーストシステム。ハードなローダウンサスペンション。 カーボンセラミックブレーキなどを選択することも可能。ポルシェオーナー、注目のシンガー車。インテリアのレイアウトは、930型911を彷彿とさせるが、誘導充電パッドを備えたスマートフォンスロットを備えている。特注のバケットシートは電動調整機能とヒーター付きで、長時間のドライブにおける快適性を重視したものとなっている。 価格は販売台数や仕様により異なるため、まだ発表されていない。シンガーによると、ターボスタディは、6月の時点で70台以上の予約を受け付けているという。台数が伸びれば、75台が製造される予定の DLS 約3億2000万円よりも、安価なモデルになることが予想される。シンガーは最近、 DLS を製造する英国工場の規模を2倍に拡大したが、これはターボエンジンを搭載したレストモッド車両の供給増に対応するためと思われる。創業者兼会長のロブ・ディキンソンは次のように述べている。最初のポルシェ、スポーツ356-1はカブリオレでした。シンガーではポルシェの伝統を称えたいと以前から考えており、 最近発表したターボスタディの派生モデルは、そのスタート地点として完璧だと思います。CEO のマゼンファワツは、ターボスタディに対するオーナーからの反応は素晴らしいものでした。当社のサービスを被り折れのボディスタイルに拡大することができ、とても嬉しく思います、と語った。